はい、皆さんこんにちは、あがるです。本日は、上高地の方、山中のにある、温泉を目指して、軽く冒険中なんですが、途中で長和戸ダムでちょっと休憩してます。こんな感じです。でかっ。で、今下の方から上の方に上がれる階段があったんで登ってきたんですけど、何があるのかなと思って、そしたらですね、まあ普段誰も、会社の方以外は、東京電力の会社の方以外は、まあ、来ないだろうなっていう感じのとこなんですけど、ちょっとこんな感じで開けた場所が、綺麗に整備された開けた場所があって、危な、何あるのかなと思ったら慰霊碑ですね。慰霊碑ありました。僕が普段遊んだりとかしてる梓川の整備とか工事で、あの殉職されてしまった方を、の慰霊碑ですね。ガルです。ガルです。いいもの見つけましたよ、キャッホー。どこだっけな、ここ四つ葉のクローバー、やったね。はるばる来たぜ山中の温泉、ぽろりしちゃったらごめんね。ガルです。来ましたね。とかた、ちょっと見えづらいかもしれないですけど、すぐそこ川流れてます。で、お目当ての温泉が、じゃじゃん、これ、もうちょっと引きがでこんな感じですね。なんかすごい小さな温泉ですね。硫黄の匂いがしますね。ちょっと早速入ってみたいと思います。あがるでーす。皆さんこんにちは、ガルです。山中の秘湯の温泉までやってまいりました。こんな感じです。硫黄のね、匂いがしますよ。硫黄のこういう感じのね、すごい小さな一人二人用くらいの温泉ですね。こんな感じです。あんまり角度つけるとポロリしちゃうんで、見えるかな、こういう感じね、小さいでしょ。あがるでーす。